もうすぐ。風のごとく。やっ！おう！軸もいっぱい。心外無隙。全面の力。積成ハウ友人よ。風のごと拳を振るうべし。浮い天辺万象を破る。後発戦士百害錬磨。長編因子、私の武学に新たな可能性を与えてくれました。私が行きましょう。クー、
き火人。軸を一切死体を切っ先に天然の力手は心と共に一気火人刃を踏む天然の力承知無常セセール天危険です。なるべく早く片付けて。軸を一回100倍連磨拳を極めるべし。意は敬意の先にある。考えすぎでしょうか。欲しいものがあるなら何でも言っていいよ。全部手に入るから。戦闘は本当に苦手。最弱の英傑は嘘じゃないから。
プグレード。任せてください。私にできないことはありません。歌で敵を倒す？何を言ってるの？整理させて。
最後にもう一度プロジェクトの基本的な現状を確認しよう。機密レベル高、進行優先度高、リスクレベル未知。前述したように本プロジェクトは店名セント7308研究所が主導し、セント1504研究所がサポートを行う。テスラ博士とアインシュタイン博士は首席科学者としてプロジェクトのフォローアップを担当する。評価の結果、本プロジェクトは早ければ3ヶ月後、つまり2022年6月中旬に最後の最も重要な転換フェーズに入る。ん？お父さん、どうしてカーテンを開けないの？ベルト、あんたってばまたカーテンを閉めて音声通話してるわけじゃないわよね。その、暗闇の中で考えた方が頭の回転が速くなると思うんだ。そんな理由、他の人たちは騙せても私は騙せないわよ。あんたはただ暗闇の中で喋った方がかっこいい、緊張感があるって思っただけでしょ。もう近眼じゃないのにメガネをかけ続けてるのと同じようにね。それはあんたね、職場ならまだしも家でジョイスの相手をする時にもそんなことをするなんて、ジョイスが真似して金眼になるのが怖くないわけ？テスラ、はあ、ジョイス、絶対にベルトの真似をしないって約束して。目を大事に使って守るのよ。メガネがかっこいいと思わないでね。はい、お父さんの真似はしません。よろしい。では本題に戻りましょう。選考会の担当者さん。ああ、試験官たちが提出した報告書とみんなの話し合いの結果により、今回の火星探索選考会の優勝者はエルデシュ・ヘリアとコラリー6626プランクになった。彼女たちはあさってに専用の宇宙船で出発し、月で2ヶ月間の訓練を行う。そして終わると同時に人類を代表して火星探索の旅に出るんだ。この日がついに来る。構想から実行まで4年かかった。テレサさんがいろいろサポートしてくれなかったら、プロジェクトがここまで進むこともなかったんだろう。私に言わせると、工程上の問題なんて大したことじゃないわ。一番許せないのは、どこの取締役会から出てきたかもわからないのに、裏で無駄口を叩く議員のじいさんたちよ。地球修復の目標がクリアできてないだの、新宇宙探査はまだ早いだの、バカばっかり。高い地位にいるのにろくに職務を果たさないか。私が言おうとしてるのは、その2社はもともと矛盾してないってことよ。どちらを進めてももう片方にいい影響を与えるはずだわ。そしてどちらも最終フェーズを迎えるのに必要不可欠な一部よ。彼らの考え方なら、今後の数年で月がどんどん赤くなったり、月に滞在していたスタッフたちが地球に戻ったりするのを世界の終わりだと大げさに表現するんだろう。それもそうね。実力のないやつほどよく吠えるもの。だからテスラ博士、先に怒る必要はないよ。未来のために力を蓄えておくといい。それにもしこれがたやすく何も反論もなく実現できることなら、むしろその実行に相応の意味と価値があるかどうかを僕たちはちゃんと考えるべきだと思う。ボス頭は頑固よね。もうすぐコラリーに会えるんだから、あんたも少しは人情味を見せるんじゃないかって思ってたのに。ああ、僕はとても嬉しいよ。だが今すぐ赤い手持ち花火を両手に持ってテスラ博士の周りを参集するほどでもない。そうだろ？それに君が期待していた表情を僕が見せなかったのは、コラリーの実力なら選考会で優勝するくらい難しくはないと確信していたからだ。ふん、それもそうね。あの子はもともと同じ世代の人より大人っぽいもの。なんといってもあの子は昔のあんたと同じように小さい頃から博士論文を発表していたし。あのアインおばさん、一つ聞いてもいいですか？もちろん、遠慮はいらないよ。コラリーお姉さんはいつ戻ってくるんですか？まだ出発してないのにもう戻った時のことを考えてるの？僕、ジョイス、
今はまだ正確な日付を教えられないんだ。新宇宙探索関連のほとんどは年というスケールで計画されているからね。そんなに？ねえジョイス、コラディが選考会にエントリーした日、あんたはゼリーを食べながら CM のセリフを真似して、大きくなったら宇宙飛行士になるって言ったわよね。もう後悔してるの？そんなことありません。ちょっとコラリお姉さんが心配なだけです。アインおばさんもそうですよね。だってお父さんが僕とコラリお姉さんを外に連れて行ってくれた時、お姉さんはいつも芝生に座ってスマホでゲームしたり、ショッピングモールのゲームセンターに隠れたりしてなかなかの観察力だね、ジョイス。でもコラリーの心配はしていない。というより、そもそも彼女を心配する必要なんてないんだ。ああジョイス、コラリーにとって宇宙は未知とサプライズに満ち溢れていて、人とのやりとりから離れている。別の視点から言うと、それは彼女の理想的なゲームセンターなのかもしれないな。え？そうだったの？ああ。事実、コラリーよりも今みんなが心配しているのは別の人物。え？もう時間がないよ。少なくとも1ヶ月より先に。ううん。半年前に教えるべきじゃない？来週が本番なのに今日から準備するなんてあんまりだよ。ごめんなさいキアナちゃん、私のミスだわ。そのキアナちゃんが喜ぶと思ってベルトさんから予定を打診された時に代わりに返事をしたの。本当に時間に困ってるなら後でベルトさんたちともう一度話し合ってみるわ。大丈夫だよメイ先輩、ヘリアとコラリーの先生になれるのは嬉しいんだ。ただちょっとソワソワしてて。へえ、我らがスーパー月下の夏色猫様もソワソワするんですか？ブローニャー、何回からかったら気が済むの？アラハトのテスト版のガイドがちゃんとしてないせいでしょ。解明は1ヶ月に1度だけだって教えてくれればちゃんと名前を考えたのにそれでキアナちゃんはどうしてそわそわしてるの？ほら、そもそも私には先生としての経験がないでしょ。セーフレイヤーにいた頃もいつも教わるポジションだったし、月に来てからもそうだもん。毎日博士たちと一緒に座学で知識を詰め込んだり、週末や月末になるといろんな試験があったりして、終焉の剣能だってみんなにサポートしてもらいながら使い方を探ってきたし、それにここ数年月と地球を往復する人は百数人くらいしかいなかったから、その子供が何歳になったのかもよく知ってる。だから知らない人に会うのは二人と違って久しぶりなんだ。メイ先輩は火星探索選考会の試験官の一人で、ヘリアとコラリーのことを前から知ってるでしょ。そしてブローニャはアラハトの開発の一部をコラリーにお願いしてた。でも私は今の彼女たちにとって完全に知らない人なんだよ。キアナからそんな話を聞かされる日が来るとは思いませんでした。昔のキアナでしたらそもそもそんな悩みなんて持たずに喜んで彼女たちを迎えたと思いますよ。そうね。でもキアナちゃんの心配も理解できるわ。すぐに考えを変えられなくて先生にふさわしくないって心配してるなら、二人を転校生だと思ってみて。私たちは古株として月という新しい環境を知ってもらって慣れるように手伝えばいいの。もともと同世代だし、少なくともまだ青春真っ只中にいる私の生徒たちよりも交流しやすいはずよ。それはどうかな。え？メイ先輩は彼女たちの試験官だったし、選考会での出来事を覚えてるはずだよね。キアナちゃんが気にしてるのはその話だったのね。確かに見て見ぬふりはできないわ。ちゃんと対処しなかったら今後の訓練の妨げになるかもしれない。
そう考えるとキアナちゃんだけじゃなく私たち先生が全員で重要視するべきだと思う。二人は何かの暗号通信でもしてるんですか？そういえばブローニャはまだ選考会の動画を全部見てないんだよね。はい、私の休みは授業が正式に始まった時に終わる予定です。仕事関連のソフトは休暇中に一旦削除して終了後に再インストールするようにしています。キアナとメイ姉さんから急にお茶会に誘われていなかったらベルトさんに新しい仕事を入れられたことすら知らなかったと思いますよ。じゃあ時間があったらアラハトのベータ版のテストをお願いします。ストーリーはスキップせず全部聞くように。ついでに誤字と文章のミスも探してください。わかったよ。それじゃあ早速ブローニャちゃんと一緒に当時の録画を確認しましょう。ちょっと特別な方法だね。仮想現実技術。天命の授業のやり方は進んでますね。それだけじゃないわ。ブローニャちゃんも自分で体験してみて。テキパキした攻撃ですね。それだけじゃなく、彼女は仮想怪物の弱点をよく知ってるみたいです。天命の永久バルキリーだからよ。こういう対処の仕方は確かにコラリーらしいですね。見ての通り、ヘリアとコラリーはどっちも考えて動くタイプなの。でもヘリアの作戦は明らかに保守的ね。仮想怪物に対する攻撃手段の全てがバルキリー訓練で学んだ通りで、どの攻撃も審査の得点ポイントを抑えてる。言い方を変えると私たち試験官にとって彼女は完璧な優等生なの。自分に厳しくっていうやり方を見る限り、多分彼女はお姉ちゃんの影響を受けてると思う。そうかもしれないわね。一方コラリーは真逆で、彼女の本当の戦い方はかなり斬新なの。今回の試合では省エネな一面しか見せてくれなかったけど。ああ、自分で戦わなくていいなら前に出ないタイプだよね。何でも重装ウサギに任せきってた昔のブローニャにそっくり。後半は余計です。え、彼女たちは何をしてるんですか？どうしてそんなに家庭にこだわるのか。他に道を塞ぐ怪物なんて倒せばいいのに。あなたが邪魔するから私の効率は 16.4% も落ちてる。言ったはずだよ、試験官たちは結果以外も見てるはずだって。そうじゃなかったら私が今まで受けてきたバルキリー訓練は一体何のためにあるの？戦い方に違いがあっても譲るつもりはないよ。あなたも自分の考えを貫き通せばいい。どうやって点数をつけるのかは試験官たちの仕事、私には関係ない。コラリー、これがダブルスだってことを忘れてないよね。どうせ最後に見るのは結果だけ。違う、他に問題がなければ前に進むよ。じゃあ。もうちょっと待ちなさい。ダブルスだったんですか？一緒に行動してなかったので、てっきり個人戦なのかと思いました。ほら、そこが一番困るんだよ。ブローニャが見た言い争いは、この試合の一部なの。実際、グループ分けの結果が分かった時から、彼女たちはいろんなことで喧嘩してた。例えば、どのルートから出発するとか、いつ休むとか、ちょっとした火花だけで、すぐに大火事になるくらいだったんだ。
本当の戦場はもたもたする時間なんて与えてくれません。そうだよ。二人は最終的にダブルスで優勝したけど、それも単に個人としての能力が優れてただけ。キアナちゃんたちだってそうだったでしょ。今でも理解できないわ。私が最初に手羽先の唐揚げを誰にあげたなんて理由で喧嘩してた二人をね。とにかくさっきの件に関してはアイデアがあります。ただ実現するには一日かかります。その前にメイ姉さんとキアナにやってほしいことがあります。ヘリアとコラリーに関するデータをできるだけ集めてください。それとデュランダルさんにも準備しておくようにと連絡してください。この喧嘩解決大作戦に彼女は必要不可欠ですから。